都議会第1回定例会が開会しました。東京都は1000億円を出資し設立し経営再建中の新銀行東京の支援策として400億円を追加出資する新年度の補正予算案を提案しました。都民の貴重な税金を再び投入する重みを十分に踏まえつつ、新銀行東京が新たな道を開き、今後も中小企業金融において適切に役割を果たすことができるよう追加出資を行い、引き続き支援をしてまいりたいと思います。石原知事は施政方針で、既存融資先の中小企業の経営に重大な影響を及ぼしてはいけないと述べ、理解を求めました。追加出資の400億円は使い道に決まりがない財政調整基金から繰り入れるとしています。